本日は第19回春宵の響きにご来場賜りまして誠にありがとうございます。春宵の響きは社団法人専属風致協会大田区、公益財団法人大田区文化振興会、地域メセナ活動を推進している NPO 法人大田まちづくり芸術支援協会、通称アスカの共催で開催いたしております。本日の運営は専属八幡神社様をはじめ地域の皆様方のご協力を得て、アスカ街の魅力づくり事業に関わっているボランティアの皆さん、日本工学院ミュージックカレッジ、クリエイターズカレッジの先生方、学生の皆さん、そしてアスカの活動にご賛同とご協力をいただいております大田区内外の企業の皆様方より、大変多くのご支援、ご協力、ご参画によって支えられております。また本日会場内において行っている募金は、この大変ユニークな演奏会である春宵の響きの運営に使わせていただいております。皆様方からのご支援、ご協力をお願い申し上げます。それでは開演に先立ちまして、社団法人専属風致協会会長岸田金蔵様よりご挨拶を賜ります。岸田会長、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。今日はお忙しいところを、またこうして大勢の方のご出席をいただきまして、誠にありがとうございました。私は専属風致協会の岸田と申します。この場は三連太鼓橋、すなわち池月橋の完成を記念いたしまして、人間国宝の高原三左衛門さん先生をお招きして行ってたものが初めてであります。国会で19回を迎えたわけであります。私どもは慌ただしい毎日を過ごしておりますが、たまにはこうして静かな湖畔のほとりにおきまして、笛の演奏を楽しむということは、明日の力になるものと思うわけであります。どうか最後までお楽しみくださいますようお願い申し上げます。また今日は会場をいろいろ設営していただきましたボランティアの方々にも心からお礼を申し上げまして、本日の挨拶といたします。どうもありがとうございました。岸田会長、ご挨拶ありがとうございました。それではここでクール大田区大使の皆様のご紹介に移りたいと存じます。皆様どうぞステージへお上がりください。拍手でお迎えいただけますか。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。私はですね、クール大田区大使の担当をしているですね、大田区役所の観光課長の青木と申します。よろしくお願いいたします。私の方からですね、クール大田区大使をですね、紹介させていただきたいと思ってございます。
まずですね、このような素敵な場所にですね、毎年大使をですね、お招きいただきまして誠にありがとうございます。それからですね、今日はこの場の雰囲気にふさわしいようにということでですね、大使にですね、和の装いをしていただきました。でこれにおいてはですね、水曜会というですね、皆様にですね、大変お世話になりました。ご協力いただきました、誠にありがとうございます。この場を借りて御礼申し上げます。大田区クール大田区大使はですね、さまざまな活動をしているんですけれども、ここにいらっしゃる、方々はですね、大田区のですね、在住、在勤、在学というですね、大田区にゆかりのある方々のですね、外国籍であったりですね、もともと外国人であったというような方々です。どういう活動をしているかというとですね、普段はですね、Facebook というですね、インターネットを活用したですね、情報発信というようなことをですね、中心に活動しています。情報をですね、得るためにはですね、普段からこういう今日のようなイベントに参加をしてですね、大田区の魅力を感じたり、さらにですね、皆様方がですね、区内を巡ってですね、いろいろな、魅力をですね、感じたことをですね、発信をしていただいております。それではですね、お一人ご紹介をしますので、それからですね、皆様のお手元にもですね、今日クール大田区大使のですね、ご紹介のチラシをお配りしておりますので、そちらの方も参考にしていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは私の隣から、順番に、台湾からのですね、中山珠恵さんです。你好、李浩。Hello, nice to meet you. はい、今のはですね、ウクライナからのニクラソバ・オレーナさんでした。はい、次はですね、中国からのヤン・ハンさんです。大家好。同じく中国からのリン・オンさんです。大家晚上好。次はですね、タイからのですね、バンディット・ヴィオラ・ボン・サイモン・キエティモンさんです。スワディカ。はい、次はフィリピンからのロバート・ロハスさんです。マガンダン・ガビポ。はい、次はネパールからのですね、サプコタ・スティーブさんです。みなさん、ナマステです。それから、ミャンマーからの、ティティ・ルインさんです。ミングラワ。それから中国からのタン・シンカさん。大家晚上好。はい、それからフランスからのデルマス・ディミトリーさんです。 Bonjour à tous。それから、ミャンマーからの、ごめんなさい、ミャンマーからのティリナインさん。はい、最後が、タイからのイーダ・パッタマーさんです。サワディカ。今日はですね、全部でですね、19名の大使がですね、今年いるんですけれども、お願いをいたします。文部科長、本日お見えの皆様方、今年初めて 任命された大使の皆様が、今年がクール大使としての初めてのイベントということでよろしいですか？そうですね、この、春秋の響きに来たのはですね、初めてのイベントということで、私も緊張してますけど、大使の方も少し緊張気味かもしれません。ここでですね、せっかくお越しいただいております、本日が皆様方の初めてのイベントということで、私の方からちょっとご質問させていただきたいんですけれども、ミャンマーのティリナインさん、今回このクール大田区大使としてのイベント参加は初めてということで、かつまた浴衣をお召しになるのが初めてということなんですが、ご感想をお聞かせいただけますか？そうですね、はい、初めて浴衣着たので、とても嬉しかったです。日本的で。